色づき始めたイチョウの木。チャイムが鳴り、高校生たちが集まってきました。手を振ったり V サインしたり、にぎやかです。一体何が始まるのでしょう。体育館に集まった4年生と5年生の総勢480人、飯泉知事の登場を待っています。一人落ち着かない様子の女子生徒がいました。寺内彩香さん、この日の進行役です。めっちゃ緊張してますドキドキ知事がやってきました。これから始まるのは高校キャリア教育講座。せっかくですから寺内さんに説明してもらいましょう。飯泉知事が私たちと共に徳島の未来や夢、希望、生きる力などについて語ってくださることになっています。高校生たちがふるさと徳島の将来を考え、自らの未来を切り開く力を身につける手助けをしようという初めての試みです。知事も力が入っています。地方創生 VS 東京、次第に生徒たちも真剣な眼差しに変わります。座談会ではさまざまな質問が飯泉知事に投げられました。グローバルな人材になるためには教育とは。その一つ一つに丁寧にユーモアを交えて答える知事。高校生たちはどう感じたんでしょう。徳島に対する考え方っていうのがすごく変わって、これからは県外の人にも僕は徳島出身なんだっていうのを自慢できるようになりました。これから一生をかけてね、さまざまな道が切り開かれる、可能性に一番満ち溢れた時代だと思うんですね。その高校生の皆さん方がやはり日頃の活動、徳島だけにっていうんではなくて、日本全体を俯瞰し、そして世界でと、この視点はね、非常に頼もしく思います。放送関連のことは興味があるので、視野の一つには入れたいなとは思っています。物理学を専攻したいと思っているんですが、素粒子物理学とか最近ノーベル賞で待ったような分野に興味があって。頼もしい高校生たち、未来はまだ彼ら彼女たちの手の中にあります。世界を視野に自分の可能性を見つけ出してほしいですね。